はい、こんにちは。こんにちは。この2人がいるということは皆さんお分かりだと思いますが、はい、スピードゴルフの動画のその2です。その2、はい、今回のスピードゴルフの撮影は、はい、フットジョイさんがサポートしてくれるっていうことになったんです、はいはい、僕前回のスピードゴルフでこういう課題があったんで、うん、いくつないですか、純ちゃん課題ないと思いますけど、うん、あります、うんうん、いくつないですか、はい、ショールームまでやってきました、はい、PGA ツアーで使っている率が 66%、 すごい、なんかいっぱい使ってる 47%、 LPGA 47%。 じゃあ純ちゃん、この開かずの扉をですね、はい、開け動画っていうとですね、この動画の演出上の演出で開いちゃうんですよ。あ、皆さん一緒に行ってもらっていいですかね。どうぞ。せーの、開けドア、ドア開け、開いたよ、開いた。あ、こんにちは。あ、ご無沙汰しております。よりふじさんです。あ、よりふじさん知ってます。動画で拝見いたしました、はい、本当にすごいショールームになってますね。そうです、ショールームになってます。たくさん靴もあります。純ちゃん、フットジョイ使ってるんですか。私今ね、3足か4足ぐらいフットジョイ。あ、そんな使ってるんですか。こういう普通のカチカチタイプと、はい、はい、が2つ。ありがとうございます。こういう感じの方が近い。こっちの方が。シューズは何で選ぶんですか。おしゃれですか。いや、履きやすさ。あ、そうなんですか。私はもうちょっと幅広なので。へえ、そうなんですか。履いてみてって感じですね。ちなみに三枝さんは見た目だけっていうふうに前言ってましたよね。おっしゃってましたね。もう痛くても我慢して履くっていうふうに言ってました。いや、私も痛かったら捨てますから。もうフットジョイさんの靴は痛くないし、まあ、普通にやりやすい。他のも使ったことあるんですけど、うん、やっぱ一番私の足に合ってる感じがするので。靴それは面白いですよね。しないです。で、ね、うん、しない。まだこのスパイクレスは使ったことないですけど。そう、あとあのひし形タイプ、いいコンビですね。あ、これね、うん、これは大人気のやつや。石川原で一番同じいいですよね。で、スピードゴルフに今回協力いただけるっていうことで、はい、僕は今この靴を使ってるんです、愛用してるんです、はい、うんうん、でもほぼこのかかととかもなくなってきてるんですけれども、プロエーセーですね。そう、はい、めっちゃ気に入ってて、はい、アイアンとかも安定してくる感じもするんですけど、はい、前スピードゴルフやっていた時に、だいたい12ホール目あたりからもう足が上がらなくなってきて、15ホール目はもう足動かなくなってきて、はい、最後こんな感じで走ってたんですけど、その時に感じたのが、52度でちゃんと当たれば100ヤード簡単に超えるのに、もうね、80ヤードしか行かなくなって。そうなんですね。もう100ヤード残りになったらもう諦めちゃって、7番持って、あ、転がしです、パチーンって言ってコロ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 ンっていくやつになっちゃったんですよ。これを靴で解決してほしい。はい、フットジョイのシューズで。フットジョイのシューズ、おすすめは、おすすめは今回はこのフリースタイルという。かっこいいですよね。はい、ちょっとカラフルでかっこいいんですけど、これ4種類になって、はい、色が4パターンあるんです。ちょっと今ちょっとないんですけれども、ここのソールがすごい柔らかくなってまして、柔らかい、はい、こうグニグニできるんですよ。あ、すごい。走りやすいってことですか。そうですね。フリースタイルというもので、すごい、なんか出てきたテロップ。で、ちょっと開発のヒントということで、はい、カエルのような柔軟で機動力が、機動力が、はい、吸い付くような安定性があります。吸い付くような、はい、でカエルってこうピタッと、はい、こうカエルなんですけど、ベタッとつくイメージをしたシューズになってる。シューズでベタッとしたっていう感覚って、柔らかいとなんか安定しなそうじゃないですか、うん、普通ゴルフシューズで硬いから、はい、その柔らかいけど、柔らかくって、で吸い付く、吸い付くので、こうビタッと地面に安定して、安定して履いてみましょうか。じゃあ履いてみてください、はい、じゃあ今からですか。生着替えですか。じゃないですよ。誰が嬉しいんだよそれ。これで早速いつも5本指あれですよね、すごいゴルフ用踏ん張りますもんね。そう、ゴルフ色もなんか合ってるじゃないですか。確かに、あ、違う、え、そう、うん、ずるい、なんか、え、もう違う、え、すごい、あ、グッとくる、グッときますか、グッとくる、グッとくる、あ、これ52度でも100ヤード、いや、それはえ、でもベタってなってる、ここフットジョイさんってインソールが柔らかくて、うんうんうん、ちょっと浮いてる感じするじゃないですか、うんうんうん、で、そこのフィット性もいいんですけど、はいはい、その下にあるこのソールがくっついてる感じ。へー、もう一個特徴がありまして、あ、秘密まだあるんですね、まあ、そうなんです、ここじゃないんですね、ここそれだけじゃない、と、はい、あとこっちの中の方なんですけど、うん、はい、ここのところがつながってまして、ここがくっついてるんだ、普通はね、こう、そうですね、離れてるんだ、こういう感じ、ここがくっついてるんだ、へー、
なんかね、ここがこうずれてる感じがするね、ねねねするけど、それがなくてキュッて中も柔らかいので、はい、足を包み込んでくれるような感じになってますね。よりアクティブな感じ、気持ちでできるっていうことは、ね、これでいきましょう、うん、試してみよう、はい、僕何回か やります、これで。あ、本当ですか。自分で練習する、これで。そうですね、はい、純ちゃんどうだったスピードゴルフやってみて。私はまあ一旦走ることを重視して、はい、まあ、マラソン用の靴を、はい、そう使ったんですけど、はい、まあ、それよりもやっぱゴルフになんだろうスイングとか安定できるようなものがあったら嬉しいなとは思ってたんですけど、はい、いいのがあれば紹介していただけたら、はい、そうです。こちらのエンパワーっていう、はい、シューズなんですけど、はい、気になってました、ずっと。あ、本当ですか、はい、ありがとう。スパイクレスですか。そう、スパイクレスで、うんうんうん、すごい軽いんですよ、持っていただいても。あ、ふわふわ、ふわふわっていい表現。軽い。すごいなんか持ってる感じ、うん、あんまりない、ないですよね。意外とこう見えても防水が効いてます、はい、ちょっとメッシュみたいな感じで。そうですね、なんかメッシュに見えます、はい、これ防水なんですか。はい、防水になってます。すごい、はい、動きやすそうです。動きやすそう、動きやすいですね。軽そうですもん、軽いですもんね。軽いですね。これなんかおしゃれなほらデザインあるじゃん。これかわいい、うん、これとかも ね、 ね、 バカか。これ違うやつか、紐か。これはこれはレジャーっていうシューズで、私も今履いてるシューズが。これ普通に履きたい。これもすごい軽い、ね、これ普通のランニングシューズみたいな。そうですね、本気感はこっちですよね。そうですね、うん、おしゃれ感っていうかなんか、うん、はい、普段履きみたいな、ね、そうですよね、感じのね。じゅんちゃん、これチャレンジしてみたら。これでチャレンジしようかも。いいですか。色どれでいきます。でもやっぱ可愛いのがいいなとか言って。これ似合いますよね。可愛いですよね、うん、可愛いですよね。ペイント柄みたいな感じで、うんうん、見ちゃっていいですか。どうぞどうぞどうぞ。俺も結構柔らかくて、そうですね、滑らなそう。滑らないと。じゃあじゅんちゃんも履いてみましょうか。履いてみますか、うん、わ、いい。残ってる。いいですか。すごいいい。あ、いい。いいですか。走れそう。走れそう。なんか、はい、やっぱ中のソール、うん、のボツボツもいいですね。そう、やらかインソールか。インソール、はい、あれどうですか。初めてのスパイクレスどうですか。初めてですね。いや、いい。いいとかいい。あ、いけそうな。柔らかいんですね、なんか全体。そうですね、足動かしたら結構柔らかいんで、多分そう、こうぐにょぐにょ動いてるのも分かるんで。それいいですよね。そうですね。私もう足動かしたいんですけど、やっぱ普通の靴動かないから。すごい決まりですね。決まりですね。決まりですね。意外とスパイクレスって滑るイメージがあるんですけど、ね、うん、でも滑らないです、雨の日も。でカート道路じゃなくてもショートカットしたいから、はい、もうこういうところに無理やり走っていくんですよ。あの時はすごい怖いわ。そうだそうだ、もうなんかこんな感じでこうやって降りてったんです。転んじゃいますもんね。ティーグラウンドがちょっと上がってるから、はい、そこ上がっていくのも怖いし、降りるのも怖いんだ。怖かったです、スニーカーだと、うん、あ、そっか。なんか怖かったです、ね、怖いですよね。それ最初に言えばよかったじゃん。今思い出しました。今思い出した。一番死活問題じゃん、スニーカーじゃ坂登れないよっていう、そういう話だ。そう、これでいこう。はい、はい、これでいきます。はい、ありがとうございます。じゃあ純ちゃん、はい、もう決まったね、はい、走れる、うん、安定している、安定してる、このシューズいきましょう。ナイスショットですね、はい、これで、はい、フットジョイのアパレルもあるんですけれども、はい、いかがですか。アパレル、はい、全部フットジョイで決めたいですよ。フットジョイ、フットジョイ、ジョイマン、ジョイマンじゃないけど、フットジョイで、はい、いいんですか。いかがですか。フットジョイってアパレルって知ってました。知ってます、はい、私も水色の、あ、買っていただいてますか。青いですか、ね、あとこのポロシャツも、あ、この右側のポロシャツも持ってます。ありがとうございます、はい、サラッとしてて、はい、気持ちいいんですよ、着てて。そう、え、じゃあ全身決めちゃいましょう。やっと、はい、すごいいっぱい出ている新しい、かわいい。あ、すげえシンプルなやつじゃないですか。そうなんです、なんかスポーツっぽい、合わせやすいと思いますね、はい、おー、涼しい、涼しい、涼しい。あ、これ、素材が、そうですね、素材がなんか違う、ね、あ、いい、かわいい感じになりますね、これ、うん、涼しそう、涼しそう。シューズが目立つ、すごい目立つ。すごい走ってそうだね、これで走ってたらね。何受けてんだ。やば、靴もそれなりに、うん、そうですね、青、うん、生きてて、うん、そうですね、うん、こっちだ、かわいいですね。こっちの方がいいね。手作業でやったみたいな、気の緩い感じが、うん、はい、いいですよね、はい、と花柄と。確かに力抜けてていいわ。じゃあこれでいきましょう、僕は。はい、完璧ですね。これでいきます。楽
かなかこういう柄持ってないです私。あ、そうなんだ。かわいい。これあれですね、フットチョイナーのよくある、うん、ね、あの靴のね、柄ですよね。ひし形のイコンフォートの、はい、かわいい。どうですか、いい、いいじゃないですかね。かっこいいよな。この靴に合わせようとしたらね。そうですね、うん、これでいきます。はい、今日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。楽しかった。勉強になりましたよね。うん、ありがとうございます。靴大事なんだなって改めて思って、全然違ったって分かった、ね。はい、僕はこれを使って時間を10分縮めて打数を10打縮めます。おー、100切り70分台でいいんじゃないかな。そうですね、うん、10分すごいですね、うん、私もうスコア10のタイム10行く、そんな行く、行きたい、行ったら日本記録近づきますよ。そうなんですよ。え、そうなんですか。私は日本記録を目指したいから、うん、まあ、80台と60分台ですね、はい、うん、で行きたいです。行きたい、うん、ちょっとそこを見たい、ね、見たいです。見たい、見たい。すごいな、それすごい、そこを見たい。え、ヨギフジさんは。私はちょっと毎週ツアーの方にちょっと行かなければいけないので、代わりにお友達の方を紹介させて、代わりに、代わりに、お、はい、フットジョイからの、フットジョイから、そんな感じで、お友達を、お友達を、まだちょっとシークレットでちょっと言えないですけど、当日お楽しみにしていただければなって思います。はい、どんな人なんですか、どんな人なんですかね、どんな人ですかね、めっちゃいっぱいいますよ。そうですよね。楽しみにしてます。楽しみにしてます。皆さんもね、誰が来るか当ててみてください。コメント欄に書いて。コメント欄に誰が来るんだっつって、はい。じゃあ今回ありがとうございました。ありがとうございました。